前回までのあらすじは、阿久津と吉村さんだっけ、菊村さんだっけ、なんか女の人にメガネかけた女の子にダブルスで買った後に、お寿司屋さんで菊丸に好きな女の子のタイプはって聞いたんだっけ。でちょっとこれは申し訳ないんですけど、なんかやっぱりね、この犬メモのステータスを開けといた方がいいかなって思って、なんか公約サイト見たらパワーを上げると勝ちやすいみたいなことが書いてあって、ちょっと最初からやり直させてもらったけど、あんまり大して変わってなかった、変わったストーリーはなかった ね。あんだけ苦手って言ってた料理なんだけど、これだ、そのコツを調べてみたら、コンディションが絶好調の時にやると割と成功しやすいみたいならしいんだよね。ちょっと見てて、見ててって言って失敗したらどうしよう。あ、コンディションか、なかなかのもんでしょ。あー違う、なかなかでしょう。20丸は出せなかったけど。で、2週間後はテストなんで勉強します。早起きしてよかった、誰もいない公園って気分いいな、さあ自主トレしよっと、今日も一日頑張るぞ。朝っぱらから大声出して近所迷惑なんじゃない。まあ、龍馬くん、もうせっかく気分よくトレーニングしようと思ったのに、嫌なこと言わないでよね。それはお互い様だと思うけど。ふんだ。それにしても、昨日試合があったばかりなのに、今日も朝から自主トレなんだ。そりゃ私だって性格の一員なんだよ。日々の努力は怠らないんだから。とにかく練習、練習、また練習だよ。確かに、お前なんてまだまだなんだし、練習は必要だよね。ひどーい。でも前に比べるとだいぶマシになってきたし、続けるといいんじゃない、練習。龍馬くんってば言いたいことだけ言ってどっか行っちゃった。そのうち実力つけて見返してやるんだから見てなさいよ。これ龍馬と恋愛関係に陥ったらさ、家で結構気まずくないか。でしょ勉強は。あ、お腹すいた、急いで帰ってご飯にしようっと。おい。はい。今は帰るか。うん。ああ、途中まで一緒に帰らないか。なんかこんなにさ、ナチュラルにさ、帰りを誘われたこと私ないんだけど。はい、喜んで。いつも一人で帰ってたからさ、中学と高校。そういえば、再来週は期末テストだな。うん。あんまり興味ありませんでした、私今はテニスばっかりで。少しくらいは興味を持った方がいいと思うぞ。まず試験期間中の1週間は部活が休みになる。え、そうなんですか、当たり前や。ああ、学生の本文は勉学だからな。そして問題は次だな。何ですか。成績が振るわず追試となった者は夏休みに1週間の補習が義務付けられる。え、1週間のですか。しかもその間は部活は禁止だ、当然のことだな。え？テニスに専念したいのなら最低限の勉強はしておくべきだな。はあ。で、どうだ、自信のほどは。まあ、この子はバッチリだよ。そうか、私は全然だ。それを聞いて安心した。じゃあ俺はここで。またな、ネパリ。はい先輩、さようなら。中学に入ってからのさ、数学ってめっちゃむずくなったよね。今日22か。ちょっと待ち。どうしよっかな。ちょっといいテスト終わったら、なんでもさ、まあいいや、休もう。あ、もう絶好調。良好になった時点で 9,
要した方がいいよね。休息した方がいいよね。公園に散歩だって。あ、誰かテニスやってる。覗きに行ってみようと。すいません、ボール拾ってください。はーい。あ、あのユニフォームは確か評定のユニフォームユニフォームじゃなくて、あー、また評定の人たちがコートを独占してるのか。うーん、嫌だな。仕方ない、今日はもう帰っちゃおう。ありがとうございます。いいよ、気にしないで。あれあれ、でもなんだか様子が違うかも。コートをよく見ると評定のテニス部分どころか小さな子供ばっかり。ねえ、ちょっと聞いてもいいですか。はい。あなたって評定のテニス部員だよね。はい、そうですけど。で、よくわかりますね。この上のジャージにスカート似合わな。いや、だって評定のウェア着てるし。それもそうか。今日は乙女さんとかっていないの。はい、いませんよ。あ、今日は部の練習でここを使ってるんじゃないんで。え、違うんだ。はい、実はですね、今日はあの子たちのコーチをしてるんですよ。評定ってすごい学校よね。あんな小さい小学生を今から鍛え上げてるんだ。違いますよ、私たちそんなつもりでやってるんじゃありません。あの子たちはテニススクールには通えないけどテニスをしたいって言うから。だからあなたが教えてあげてるんだ。はい。うん、なるほど、評定にもいい人っているもんなんだな。私が言うのも失礼だけど、あなたって偉い、本当に素敵だよ。そんなことないですよ。この子たちの中から私みたいにスポーツ特待生になってくれればって。すごい、あなたって評定の特待生なんだ。そんなことないですよ。特待生は私だけじゃないですし、それよりこの子たちの中から将来評定に限らずスポーツ特待生が出ればなって。なるほど。うっす。あ、カバジ。あら、カバジ君のこと知ってたんですか。あは、知ってるって言えば知ってるのかも。なんか言ってよ。カバジ君も時々あの子たちのコーチを手伝いに来てくれるんですよ。うん、そうなんだ。ひょっとしてこの人って本当はいいやつなのかも。きっと私のコーチが頼りないから幼なじみとして見てられないんだろうな。ひどい。そりゃ私じゃ頼りないのかもしれないけど。うっす。そうなんだよね。会話が成立してるよ、この二人幼なじみならではってやつ。だけど正直言うとやっぱり頼りないのかも。え、どうして。やっぱり人手不足なんですよ。私とカバジ君が揃っていてもきちんと全員を見てあげられなくて。うっす。だったらさ、私も時々手伝うよ。え、でもいいんですか。別に評定の生徒限定ってわけでもないんでしょ。まあ私にできることなんてたかが知れてるけど。もちろん大歓迎です。うっす。わかりました。カバジ君もいいって言ってますし。なんかカバジが可愛く見えてくる。私声楽1年眠り姫子よろしく。声楽1年なんだ、年下じゃない。え、あなたって上級生なんですか。あちゃ、勝郎くんくらいの世だから1年生かと思ってたよ。私は評定学園中等部2年、鳥取直美、よろしく。しくよろ。こうして私はカバジさんたちとスクールには通えない子供たちのコーチをすることになった。ん、今週、どうしようかな。テストの時はテスト、あ、部活ないって言ってたもんね。学力は料理とルックスのひどさ。まあいいや、勉強しよう。校長じゃね。うん、怪しい天気だな。早く帰んなきゃね。おーい、あ、頭一緒に帰ろうぜ。あ、はい。なんかこの菊丸のさ、腕組んでるなんか珍しいよね。なんだか雲行き怪しいですよね。
そうだよな。それでなくてもテストが近くて心は晴れないのに、今度のテスト自信ないんだよね。今度のテスト30日だからもうすぐですよ。雨が降ることなんかよりそっちの方がよっぽど心配だよな。私は中学の時全然勉強しなかったけどね。ああ、そんなこと言ってたら本当に降ってきた。全力疾走、ダッシュで逃げるぞ。あ、雨から逃げるってどうやって？そんなことより私も早く行かなきゃ。あ、引くなよ、引くなよ。え？キャー。お、おい。う、思いっきりこけちゃいました。うわー、ド派手にやっちったな。制服ドロドロじゃん。大丈夫か？はい、手貸して。ありがとうございます。あ、お前膝すりむいてるじゃん。あ、そうだ、こっちこっち。え？あの児童公園の穴ぼこで雨宿りしよう。はい。ほら、うわ、これで雨宿りできるだろ。この公園にもあったんですね。私も小さい頃よくこの中に入って遊んでました。うんうん、そういえばこいつ名前なんて言うんだろう。なんか後ろの穴から見える雲がちゃんと動いてるね。すごい。ドーム状になってて穴がたくさん開いてて、テントウムシって呼んでたけど。そういえばそうですね、私も名前知らないな。今度犬にでも聞いてみようっと。にしても雨止まないな。さっきより激しくなってない？そうですね、雨音も大きくなって。ハクション。あれ？ハクション。大丈夫か？うん、さっき転んだ時水たまりにポチャンでしたから、スカートびっしょりで。脱いじゃえば？え、そんなこと。花も恥じらう乙女に向かって。何言ってんの？これこれ。失礼、ちょっと邪魔が入った。これ私のカバンが何か。とりあえずウェアに着替えちゃえってこと。あ、そういう意味ですか。で、ここでですか？しょうがないじゃん。このままだと風邪ひくぞ。それは確かに、ちょっと外へ出てください。後ろ向いててね、着替えはいいです。ちょっと後ろ向いてよ。あ、王さん。こんな小学校卒業したばっかりの女の子に。俺は紳士だもんね。期待じゃいかんよ。いいから早く着替えろって。風邪ひいたらどうするのさ。まあ、胸大きい子もいるけど、胸だけでっかくてもそんなウエストとかな、ちゃんとくびれてなかったりすると思うよ。あ、いいね、これサムネよりしよう。もちろんそのままですよ。わかってるって。だからそのパパパッとよろしく。なんか普通の恋愛ゲームよりこういうの方がドキドキするかも。お待たせしました。早かったじゃん。あ、晴れたね。後ろ先輩に悪いと思ってダッシュで着替えましたから、ありがとうございました。いやいや、花も恥じらう乙女の着替えシーンは見ちゃダメだもんね。私はあんま気にしないけどそうですよ、私の着替えを見たら高くつきますからね。こうして考えてみると、お前ってやっぱり女の子だなって実感しちゃうよね。何言ってるんですか素直な感想だよ。これ恋愛ゲームじゃないよね。それじゃあいつもは何なんですか？おもろい女の子。やっぱり普段から女じゃないですか。あれ、そっか、そうだったそうだった。もう菊丸先輩たら。でもそう考えると、もしかしてこれってドキドキのシチュエーション？え？なんつって。おお、雨上がったみたいだぞ。今のうちに帰ろうぜ。帰ろ帰ろ。あのさ、今日のことは二人だけの秘密だからなこの顔。ところで膝小僧はどう？痛くない？なんか後ろのカエルが、左のカエルが気になる。ダッシュさせたの俺だし責任感じちゃうよな。あ、先輩が責任感じることなんて全然。終わったよ。結局この日は菊村先輩に家まで送ってもらっちゃった。私、男の人に家まで送ってもらったことなんて一回もないんだけど。ごめん、ちょっと今日短いかもしれないけど、なんか家族がうるさいんで、
あんまり実況に集中できないわ、今回は。よし、じゃあ次回外出していろいろラケットとか買うところから始めようか。じゃあグッバイ。